てしやすい街ですか？そうだと思います。はい、夏もすごく涼しいですし、はい、冬になったら雪があって雪遊びもできますし、環境もものすごくいいと思うんですね。で、身近に公園もたくさんありますし、はい、子育て支援センター、そういうところに子供を連れて行って、そうするとおもちゃがたくさんあるんですよ。で、おもちゃがたくさんあるのと、そこにいるスタッフさんがいろんなお話を、こう声をかけてくれて、子どもの様子だとか最近悩みとかないのっていうことを本当に自然に声をかけてくれるので、私も育児でいっぱいいっぱいになっている時に子どもを連れてそこに出かけたら、何気に声をかけられた言葉にものすごく救われたことがあって、お母さんこんなに頑張ってるんだねって一言言われたことで涙が出るぐらい本当に嬉しくて、でそこでいろんな相談をすることができたっていう経験が、他の人にもいっぱい経験してほしいなっていうことと、身近にある児童会館の中でも子育てサロンっていう、いろんなイベントごとをやっているところがあって、そこもぜひ小さいお子さんを連れて遊びに来てくださいっていうところなんですよね。そういう場所をふんだんに利用すれば、子供を連れて遊びに行ける場所、お母さんが相談できる場所っていうものがものすごくたくさんあるんです。これから社会に出る私たちに星野さんからメッセージをいただけますか？いろいろ辛いことも大変なことも楽しいことも嬉しいことも待ってると思います。で、学生の時とはまた違ういろんなことが起きると思うんですけれど、その後に、結婚して、で女性であれば、妊娠をして出産をして、でその後子育てという今までのこう話につながっていくんですけど、その時にも子育てをすることで働くということを諦める必要は私はないと思っています。いろんな事情は出てくるとは思うんですけれども、働こうというふうに思った時には、やはり力を貸してくれる周りの支援ですとか、身近にいる友達や身内もそうなんですけれども、そういった協力を仰ぎながらしっかり頑張ってほしいなというふうに思っております。で、企業も、社会もいろいろな形で子育てと働くということがちゃんと両立できるように、どんどん世の中も変わってきていると思うので、そういうところにも自分が働いている企業がどういうことで支援してくれるんだろう、助けてくれるんだろう、それに対して自分はどういう働き方をしていけばいいんだろうっていうこともしっかり考えながらやっていければうまく両立ができると思うので、諦めないで自分の好きな人生を歩んでいってほしいなというふうに思います。はい、子育て情報誌クルールを発行している編集長の星野みどりさんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。